久保さん。久保さん。あ、あ、あ、入ってますよね。今回は再生数を稼ぐことは悪なのか。昔ね、村上ファンドだったかな。お金を稼ぐことって悪いことですかみたいなね。<laughs> ありましたけど。あれ結構名言だったんじゃないかなと思うんですよね。村上ファンド。ね。あの、多分ライブドアあたりですね。うん。で、再生数を稼ぐことは悪なのかと。 ま、はっきり言って再生数を稼ぐことが悪なら、うん、自分再生してるやん、みたいな。<laughs> 自分今み、クリックしちゃったやん、みたいな。悪に加算しとるやん、みたいなね。<laughs> なんかこれ、トンチみたいな感じですね。<laughs> お前クリックして再生しとるやん、みたいなね。<laughs> 面白いですね。だからなんかね、まあ、まあ一言で言うと、嫉妬と妬みなんでしょうね。 ま、結論自分がやればいいじゃないですかっていう。なんか、お金を稼ぐことが悪だって言うんだったら、じゃあ、仕事行くなよって話で、給料もらうなよって話で、なんか、こっちは良くて、こっちはダメってうどういうことみたいな。お金には変わりないんですよね。だから、これは、南の帝王の万田銀次郎ですよ。ね。万田さんありがとうございます神様ですどこも借りれないけど、万田さんありがとうございますこれでなんとかなります <laughs> 返済日になっても返ってこないわけですよね。おい、おにし鬼やみたいな、うん、ね。鬼や <laughs> まあ、南の帝王の万田金次郎は、まあ、単純に貸して、返済日に返済されないから取り立てしてるっていうね。<laughs> しかも、その借りた本人も、そのね、あの、その金利で、 その金利で、どこも借りれないから、その金利で、グッジョブしてるのに、なんか、違法金利だみたいなね <laughs>。違法だみたいなね。いや、だからね、南の帝王の万田銀次郎って、結構ね、マインドやばいっすよね、多分ね。あれ、マインド強くないと多分できないと思いますあの商売。だって、コロって変わるわけですよもう人間のこの、反転ですよね。神様から、 鬼にぃに香るわけですから、これはね、やっぱ南帝王を勉強した方がいいと思います。いってらっしゃい。